誕生日ってのはその日まで生きてきたことを祝う日なんだ。だよな。でなんでこうなった？私ら魔装少女はいつもメガロと命がけで戦ってる。だから1年間無事に生きてこられたってことはめっちゃ運がいい。運気が最高潮なんだ。そうなったらあとは下がるだけだから。だから誕生日には思いっきり運気を下げてやるのが魔装少女の祝い方なんだ。はた迷惑な話だな。さすが魔装少女だ。おーい、しゃぶしゃぶすんぞ。準備万端だぜ相川。しゃぶしゃぶって正式な食べ方を教えてあげよう。はい。パンツを。